肩もバシーとか乗せとるね。そこのお前、こんにちは。どうも、よかったらよろしく。おい、お決まりどすか。はい、ほな、しまっておくやす。ああ、何するかお決まりですか。うん、はい、ほな少し待っておくれやす。うん、ははん？なに？ああ。なに？
咲かせてもらおう。いかがだったかな？ああ、何？ああ、おう。
おい。新選組の人。
んを見てってくださいね。いろいろ絵本揃ってんね。いったー、なんか写真を。こんにちは。自慢の絵師は揃えてます。どうも見てってくださいね。あの、はい。こんにちは。何かしら。いや、ああ。鴨川をずーっと下に行ったと
におるっちゅう話や。どうや。最近顔見せてくれへんかったやろ。吉原まで遊びに何？
何？もう危ない病が当てないわ。どうも斉藤さん。羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。もう昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはこの本堂で行います。それで次の場所に案内します。わかった。ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくてまあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ
斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの3番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。Right.
こんなとこですかね。隊長の仕事は以上です。わかった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですよ。じゃ、お疲れ様です。ああ。